たり、それから技術両面で支えていかなくてはいけなかったんですね。はい、白崎さん、はい、その大島親方の指導の話ではね、20年間指導を受けてきた極天鵬がですね、はい、とにかく親方はこの力士は徹底的に叱る、この力士は褒める、はい、その辺のね塩梅がとてもうまいんだという話をね下くべでしてましたね。あ、そうですか。ですから単に叱るとか単に褒めるのではなくて、その力士、はい、その力士に合わせた褒め方であったり叱り方であったり指導の仕方であったり、はい、いやその辺が本当にうまいなと思って20年間お世話になりましたなっていう話をしてましたね。その稽古場の厳しさで言いますと、この両力士、特にまあ東の高安の先代、去年亡くなられた先代の鳴門親方が厳しく各力士を指導してきました。私も巡業でこう高安もこの幕下ぐらいから上がってくる頃ずっと見とったんですけど、はい、よく稽古してましたね。本当に稽古しますね。稽古の量はもう折り紙付きです。体も大きくなってきてますし、はい、柔らかいんですね。また6勝2敗の好成績で後半に入りました。隠岐の海も5勝3敗白星先行です。突き上げ高安のど輪の攻め、右輪をつけ隠岐の海刺して残しました。中に行く上手を取った隠岐の海、隠岐の海が今度はいい体勢を作りました。今場所に高安は粘りがある、下手投げ高安の勝ち、7勝2敗です。ここぞというところで下隠岐の海ですが、高安の粘り、今場所はこの粘りが見事です。ただいまの決まり手は下手投げ、下手投げで高安の勝ち。柔らかさ、それからこう力をつけた良さ、両面今日高安出たんじゃないですか。そうですね、突っ張りも持ってますからね、はい、これはもうすごいこれから武器になりますよね。そしてこの喉輪とつけ、この力は随分あるんですよね。はい、ただここで一瞬もろ差しになられて左を巻き替えます。粘り方もですね、先場所やや苦労してたんですが、今場所本当粘りありますね。はい、普通だったら甲斐のひねり行った時もう後ろ回られて終わりなんですけどね、はい、諦めないですよね、あそこで。そして、まあ、次から次と反応の良さというのも出てるんじゃないですか。やっぱり稽古が十分なんでしょうね、はい、7勝2敗の好成績、勝ち越しまであと1番です。隠岐の海が5勝4敗となりました。さあ今日は